シは取ってます。はい、うん、ゴンちゃんです。はい、これでもずっと入ってるからなんですかね。ここにライブって出ないですけど、あっちゃんこっちに戻ってます。皆様こんばんは。はい、だんだん皆様こんばんは。チョコちゃんチーム入ってます。ポムちゃんチーム入ってくれてます。私は自分のそれを入れない。はいはいはい、皆さん11名ですね。11名さん、はい、はい、12名こんばんは。こんばんは。あ、入ってくれてます。皆様こんばんは。あの子私位置が悪い、ボンちゃん悪い、こっち来て、私真ん中に入れていいけど別に。こんばんは、皆様こんばんは。今日ねちょっといつもと違うでっかい画面になったんで、皆様こんばんは、こんばんは。ポムちゃんちゃん、はいはい、ではあ、はい、はい、そうは言っても、はい、一瞬参ります。ちょっと待って、はい、参ります、はい、やれ、はい、いっぱい動いちゃった。はいはいはい、皆様こんばんは。はい、こんばんは。今日は何日ですか。4月の9日、はい、2024年4月9日、はい、11回目、はい、わーわーんということで、はい、インスタライブを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。すいません、変なテンションで、はい、行きます。頑張ります、はい、今日雨すごかったですね。そうなんです、すごかった、すごかった。私が降りた時が、うん、ドバーってなったんです、うんうん、すごかったんです、うん、暇だったよね。うん、そしたら途中で乗っけてくれました。拾いましたので、無事に到着です、ね、到着ですね、はい、すごかったです。でも本当午前中、はい、皆さん大丈夫でしたか、うん、特に問題なかった、問題なかったかな、なかったね、はい、なかったということで、はい、はい、します。はい、じゃあ始めましょうか。始めます。はい、じゃあゴンちゃん頑張ろう。はい、はい、よろしくお願いします。ゴンちゃん最近怒っちゃうのね、お尻がね、悪いね、これね。はい、はい、今日はまず前回イベントの告知でご案内させていただきました麦工房ととさん、グラノーラです、人用の、もともとは入って、川口市 の、 あの返礼品に、あのふるさと納税の返礼品に選ばれましたグラノーラさんの、こちらの商品 の、 あの販売会があったのです。あったのですよ、あったのですよ。ありました、はい、ありました。私いなかったけど、うん、森谷さんでしょ。そうで、あ、皆様本当にありがとうございます。すごいね、びっくりするぐらいのご反響をいただきまして、それはそれは多くの方がお見えになりまして、逆にちょっと行けなかった方、はい、ご来店がね、まだあのできなかった方から、いや次はいつなんですかっていうお声がちょっと多かったのです。で、次回の日にちをちょっと急遽決めていただいてですね、平日になります。次回は4月の24日の水曜日の日、デンタルの日です。あ、そう、あの横塚先生のデンタルデーの日なんですけども、この日に来てくださることになりました。急遽です。はい、はい、いやすっごい美味しいんですよ。商品は何かと申しますと、はい、横からいきなりスライドしますよ。あ、やべ、怒っちゃうからやめよう。これね、これ、はい、見えない、はい、はい、はい、見てみて、はい、はい、カメラ大きくなって動かせなくなりました。うん、でかすぎちゃうんですよ。あ、はい、もう、あ、そこそこ、はい、はい、こんな感じ？はい、そんな感じ、はい、麦工房ととさん、もうちょっと上がいいっぽいです。あ、はい、そんな感じ、そんな感じ、はい、そんな感じです。はい、はい、見えない。これ人用。そう、それ人用。で、ペット用が、これも犬心オリジナルになるんですけれども、これかぼちゃ味、あ、立ってて、この辺、この辺がいい、この辺、
の辺。はい。でこれ、はい、これ、これかぼちゃ。はい、かぼちゃ。これプレーン。もうちょい上。上。はい、これプレーン。これクランベリー。3種類。3種類。はい。クランベリーはね、あの、振るとクランベリーの実が出てくる。はい。実？実っていうの、うん。クランベリー。見えますかね、赤い子。この辺？出てきた。出てきたよ。出てきたよ。大丈夫。うんと、うん、暗くて見えない。クランベリー味が出てまいりました。ハートくれた。ハートくれた。はい。そう、これが、ワンちゃん用で、ちなみに主成分というか、オートミールで作ってありまして、米粉とか豆乳とかしか使ってないので、食べやすい、持ってましょうね。はい、それがあります。で、はい、ペット用の、グラノーラは、店頭でもうすでに販売を開始しております。ララポートのお客様、ね、金曜日ぐらいにはララポートに到着予定なので、ちょっとお待ちください。で、ごめんなさい、人用はね、この展示販売でしかないんで、ちょっとララポートさんにお届けができないので、人用を食べたいっていう方は、申し訳ない、来てください、はい、お待ちしてますので、はい。はい、なので、ぜひ、ちょっとあげてみたいわっていう方、ぜひぜひご来店いただければ。いや、本当にびっくり美味しいです。ご飯にかけても良いと思いますし、ワンちゃんそのままおやつであげても良いと思いますし、揚げ方は本当に様々いけると思いますので、ぜひでございます。先日試食いただきました。ああ本当ですか。ありがとうございま す。すごく本当に美味しいので、ぜひとも、でこれちっちゃいパックに今回ちょっとお試し用でちょっと臨時で作っていただいている商品なんで、ごめんなさい、ジップはないんだけど、多分ね、すぐ食べちゃう。すぐ食べちゃうんで、ぜひお食べになってみてください。おみちゃんも美味しかったって言ってくれてるからね。そうそう、はい、よかったです。もうありがとうございます。皆さん美味しかったと言ってくださってて、どちらかというとペットのお声よりも飼い主さんのレビューがすごくてびっくりでしたみたいな。はい、なので、で人間用はね、味が5種類もあるんですよ。はい、なので、ね、シナモンと黒糖と、チョコレートナッツとチョコとガーリックソルトみたいな甘くないやつ。甘くない。あ、でね、全体的に甘くないんです。だからなんか、え、甘いんじゃないのってお思いの方、甘くないです。でチョコもチョコレートっていう感じのチョコではなくって、カカオニブで、要はそのカカオがをこう手作業で削って、それがこう入っているそうなので、ちょっとね、ビターなチョコレートな雰囲気の良いお味です。あ、よかったらぜひ本当にご来店いただければと思います。お願いします。水曜日です。はい、はい。でペット用はちょっとなので、お店に来てぜひお買い求めお願いします。はい、といってもかぼちゃもあと少しです。はい、うん、そのうちちょっと増えますけど、はい、お願いします。え、でなんかいきなり話ぶっ飛んじゃうけど大丈夫かな、グラノーラは。はい、いきますよ、先進みますよ、よろしいでしょうか。はい、はい、ではあ、っていうかね、そう、この辺10分で終わりにしないと大変なの。ね、後ろが、ね、今日、そう、後ろが詰まっちゃうから、今回皆さんにこう、実はお店、ごめんなさい、このインスタグラムのね、このインスタライブの第2回目みたいなこう続きものが実はちょっと初めてでして、勝手がちょっとよくわからないんですけど、前回宿題を出したんですよ、皆さんに。宿題皆さん覚えてますか？シーン。シーン。じゃあ覚えてる体でいきましょう。はい、覚えてる体で。はい。はい。はい、まあ私も若干ね、朝まで忘れてたんで、忘れてないよ。思い出して。チックンジとか来てくれて。そうですね。宿題言ってくれたから。うんうん、あ、素晴らしい、うん。素晴らしいよ、皆さん。うん、自分のね、お家の子がどんな食生活をしているのかっていうことを水分量も含めて、まあ、観察してみてくださいねっていうお願いを出したのです、前回。え、覚えてます？大丈夫ですか、皆さん、ついてきて。うん、ご飯の成分、うん、あ、そうそう、成分というかね、こうどんなご飯食べていくかなみたいな。で、今皆さんそこからその観察が、まあ、ちょっと本当に様々だと思うので、皆さんにこう宿題発表してくださいってやっちゃうと多分ね3時間講座になっちゃうから、ちょっとそのちょっと置いといて、そこはちょっと皆さんの中でこうちょっと宿題を目の前に置いたとして、皆さんお家のご飯を
今手元に持ってきてますか？持ってきてない。準備をしてもらういただきたいです。はい、はい、自分のお家のこのご飯、あの手作りの人はまあちょっと置いといてです。多分食材持ってきてくださいって言ってそれはちょっと難しいので、例えば揚げてるおやつとかでもいいです。ご飯、おやつ、普段うちの子がこれ食べてるわっていうものをその場にお持ちください。目の前にパッケージがある状態にしていただきたいです。はい、10秒ぐらいで取りに行けるかな。はい、はい、頑張って。今じゃんじゃん、じゃらら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 らたった一人しか持ってきたよ。回答ももらってないけど持ってきたよ。前回あれだよね。持ってきた。ああ、よろしいです。うんちの状態だったりとか。はい。持ってきました。はい。どうもありがとうございます。そういうのが何が合ってるかなっていうのを考えてくださいみたいな感じだったね。はい、さて、はい、皆さん、ちょっとあの3名様ですね。あのリーちゃんとももちゃんと、うん、逆にちょっとあの持ってきたよって言って何持ってきてるかちょっと怖いけどね。うん、怖いけどね。ちっくんちも。チクチはなんかちょっと知ってるから、うん、知ってる、安心。ポムちゃん、ポムちゃんちもちょっと分かってる感じ。ティちゃんもちょっとどうかな、どうかな、分かるといいな。はい。じゃあ持ってきたよっていう人のお声が集まりましたので、はい、進めます。はい。皆さん、まあそんなのみんなやってるよって言われると思うんですけれども、パッケージの後ろ、まじまじとご覧になってみてください。あ、待って待って、今日その2は、はいはい、フード選びのポイント。あ、そうそう、ごめんなさい。あの、もともとね、ワンちゃんにとって良いご飯で、その1、その2が、その2がフード選びのポイントをお伝えするのに、今ごめんなさい、パッケージを持ってきてくださいっていうお話をお願いしたのです。だから別に何でもいいんですけど、あのフード選びのポイントをお伝えします。いや、ポイントって言うほどのね、ポイントじゃないです。あの言うほどポイントじゃないって言いきちゃった。あのじゃなくて、見ていただきたいところというところですね。もう大丈夫、話がすごくぶっ飛んじゃった。あの、はい、okay. フード選びをするにあたって、はい、まあ、みんなよく見てるよというこのパッケージの後ろ、よくよく見ていただきたい。何が書いてあります？いや、その聞いたら分かんないね。おおよそ、まあ、あの特徴がドワーって文字で書いてあって、おおよそ原材料が書いてあって、成分分析値みたいな成分表みたいなのが書いてあって、1日の給与量の目安的なことが書いてあって、まあ、あとは製造とか輸入とか、まあ、そういうのちょっと細かいのっていうのになると思うんです。それは多分どのメーカーさんも多分おおよそ変わらないです。変わらないです。まあそれがあの書かなきゃいけないことだからって言われたらそうなんです。あ、で、あの最初に申し上げておきます、あのメーカーさんに喧嘩を売るつもりは全くございません。でね、皆さんそもそもね、フード選びのポイントっていうちょっと偉そうな題材をしていますけれども、あの今日ですよ、日本のワンちゃんのあの寿命的なものが大変伸びた背景は、なんだかいきなり話飛びましたけど、ご存知ですか？何が良くなってこの何だろう、寿命というものが長くなっているか、まあ、最近の子ってみんな長生きだと思うんです。これってまああの、まあ、ちょっと先に答え言っちゃうんですけれども、あのまあ人間でも同じなのは、病院関係、獣医さんとか含めてのその医療がまず発達したことと、もっと実は基盤になっているのが各種フードメーカーさんの努力なんですよ。要は食事が良くなったの、ね、だからあの皆さん、あのフードにいろんなね、いろんなお話が出てくると思うんですけど、いや、そもそも論で言ったらフードメーカーさんのすごくすごく多大なるもうあの、ね、努力の結果、今のワンちゃんの寿命が伸びたので、まあ、まずあのそういうところは皆さん感謝をしながらフードを使っていただきたいなとは思います。それはあのいろんな形になってるんですよ。フードメーカーさんの
自分たちはどういうところを売りにしたいですっていうことの差が出てるので、各種いろんな方向性に向かってると思うんです。ただあのその会社さんの何だろう、信念みたいなものはあるわけですよ。うちの会社はこれが信念です、だからこのタンパク量にしましたとか脂肪量にしましたとか成分値にしましたとか、そういうのはもう本当にあるんですよ。だから様々あるんです。でも努力があったからこその本当に長くなったこの寿命、ぶっちゃけて言ったら昔のワンちゃんなんて10歳とかなかったと思いますよ、平均寿命が8歳から、まあ、長くて10歳を超えてくるみたいな、そういう時代が今や10歳から12歳、12歳から14歳、14歳から16歳が当たり前みたいな、そういう風になっているということは皆さん気にしといていただけたら良いなと思います。はい、話すごい逸れちゃったから戻ります。で、その原材料でね、皆さんが一番多分気になってらっしゃるのが、まあそれは原材料だと思うんです。アレルギーとかね、いろんな事情があるから原材料をよく読んでらっしゃるのはわかるかなと思うんですけれども、この原材料の書いてあるお肉の種類だとか、まあ、いろんなものが多分書いてあると思うんですけど、これってまずね、入ってるものが多い順に書いてあるんですよ。知ってる方も多いと思うんですけど、実は知らない方も多くて、アイウェオ順とかそういうんじゃなくって、入ってる量が多いものから名前が書いてあるんです。それは大丈夫かな。はい、だから例えばチキン、ドライチキンみたいなことが書いてあるものだったら、そのドライチキンが一番多いし、そこに例えば、小麦粉とか米とかなんか書いてあるなら、このご飯は穀物が主体になっている、チキンが主体になっている、魚が主体になっているっていうことはご認識ください。良いですか。でこっからが大変で、いろんな種類が実は本当にあって、書き方がまちまちというのも正直あると思うんですけど、ドライなんとかって書かれてるものとかって、つまりは乾燥したお肉だったりするんですよ。いや、その書いてあるじゃんって思うんですけど、でフレッシュなんとかって書いてあると、生の肉を使ってきてるんですよ。なるほど、わかるかな。これ結構ね、そこまできっちり書いてあるところもあれば書いてないところもあると思うんですけれども、親切なところは書いてあります。あとなんちゃらミールって書かれちゃってると、ちょっとこうもしかしたらそのお肉の全体がこう混ざっちゃってる可能性もあったりとかする。例えば鴨のここの部位ここの部位とかじゃなくって全部が入ってるみたいな、ちょっと混ざっちゃってますみたいな感じで、基本もちろんこれをどういう状態であれ一回、まあ、粉状というか細かくして、それを固めてそこに油を吹きかけるのか、まあ揚げるという発想はおかしいけど、その吹きかけて中に浸透させて味付けをして外に出すっていうか、それがまあ大体の完成品の多くなんですけれども、お肉が生であるかドライであるかでも栄養成分って違うんですよ。で水分量も変わってくるのよね、もともと。で当然ドライにしていると熱が一回加わってるから、その分その製品の栄養分はチーンってなってる可能性があるわけですよ。チーンって意味わかんないね、お亡くなりというか、例えば成分がちょっと変わってきている可能性はある。でフレッシュってなってきて、まあ結果加熱はするんだけど、熱の入れ方がどんだけあるかっていうところに行き着いちゃうから、もちろんだからフレッシュミートの方が当然そういう意味では熱量で言うならちょっと少ないから、まあ とはいえ一回入れちゃえば変わるんだけど、人間だって焼肉の肉一回焼いて二度焼きして三度焼きする人っていないでしょ多分。そういうのと同じ感覚にはなるよっていうくらいの感じで、水分量が抜けたり、まあ
例えばその中に含まれている酵素類とかなんか熱を浴びたら一気にいなくなってるんで、当然そこが難しい処置なんですよ。で、まあ、その後に大体多くが穀物が入ってる、で、野菜が入ってるとかもあるかな、ものによって。で、結構あるのがハーブが入ってる。で、細かい名前はネットで自分で本当にちょっと見てもらったら、じゃあアルファルファってなんじゃとか、モモリロナイトってなんじゃって思われたら、こんな葉っぱだよとか、こんな木だよとか、こんな成分だよっていうか、こんな元こんなっていうのが元々のそれがちょっとわかると思うので、それは本当に様々な成分のハーブとかがブワーって入ってて、だいたい最後になんか横文字で読めなそうな感じ、私の手元にあるのだと、アミノ酸が添加されてたり、ビタミンが添加されてたりするものがあったり、コンドロイチンが添加されたり、グルコサミンが添加されたり、フラクトオリゴ糖が入ってたりみたいな、そういうものもあったりするんです。なんかごめんね、話ぶっ飛んでた。ちなみにチックンチは乾燥チキン、うん、玄米、白米、オートミールって書いてあるのね。産地はさつまいも、大麦フレーク、で、割とヘルシーなの、てんちゃんのお茶食べてらっしゃるのかな、うん、そうすると。で、どれが悪いは正直あんまりなくって、どこのメーカーのどのものであっても、まず結果的にそのお家の子に合うか合わないかのお話をしています。だから、どこかの誰かさんに、このフードはねって仮にですよ、言われちゃったとしても、お家の子が食べていて、健康状態が維持できていて、例えばうんちやおしっこ問題なし、例えば血液検査しても特に問題なく、何々何々っていろいろ問題ないなって感じられている部分がたくさんあるのであれば、とりあえずそれは今その子に合ってますよっていうものにはなります。ただ体が頑丈な子ってちょっと例えば変な成分を食べたからといっていきなり症状が出るってことはないんですよ。皆さんだって若い時にマックばっかりとか、いや若い人もいるんでしょうけど、マックばっかり、ケンタッキーばっかりみたいな、なんかそういうちょっとジャンクフードって言っちゃったらいいのかな、そういうご飯とかとはちょっと違う、お母さんが作ったご飯じゃないような外食系のものばっかり暴飲暴食のように食べていて、その時って多分あんまり体のダメージって感じないと思うんですけど、これがワンちゃんたちの場合は私たちよりもそうだな4倍5倍っていう速さで年を取ってるので、1週間、私たちの1週間がじゃあその子たちにとって3週間4週間になるっていう可能性が当然出てくるわけですよ。そうするとちょっと蓄積してるかなみたいな感覚があっという間の蓄積になっていき、ダメージが出るのが大体、まあ、3年4年って年齢を重ねた時にダメージが出るから、今じゃないのですよ。今でしょじゃなくて逆ね、今じゃないの。だから絶対食べちゃダメとかも正直ないんですよ。みんなだって外食行きたい日があるじゃない。ワンちゃんだってたまにはケーキだって食べたいし、何々のお肉だって食べたいし、うちなんかしょっちゅうあげてるけど、肉丸ごとあげてたりとかステーキ食べてたりとか全然しますよ。全然しますけど、それが毎日は、いやよっぽどお金の、ね、ある方は別かもしれませんけど、毎日はなかなか続かないから、だからフードをうまく利用するわけじゃないですか。でフードとそういうのをうまくこう取り合わせていただいて、あちょっとおいしいの食べちゃったから、じゃあ今日の夜ご飯を少なくしよう、 しばらくはこうしようっていうので調整をしていただければ、別にそのきっちり今日何か食べちゃったから明日がどうこうなんてことはない。皆さんだってフランス料理今日食べたから明日5キロも太ってるかってそういうことじゃないじゃないっていう、そういう意味ね、こう、まあ、フランス料理って案外ヘルシーなのかもしれないけど、その美味しいものとか暴飲暴食したから次の日にすごいダメージが出るっていうのは、飲みすぎとかね、そういうアルコール分とか結構体に影響がもともと強いものであれば翌日に反映することもあるかもしれないんですけど、食事ぐらいであれば大きな差にはならない。ただ食べ過ぎちゃうと胃とか腸にその負担をかけて下痢や嘔吐が出ることはある。
だから量の問題は気をつけた方がいいけど、成分の問題ではない可能性がある。それね、皆さん気にしといてもらえるといいと思います。なんとなく分かってもらえた？分かってもらえたのかな。でね、その何の成分がダメとか何の成分がいいとかっていう話ではないんですが、この前のお話の続きで言ったらば、例えばうちの子はものすごく最近太るようになってきました。で、じゃあ後ろのパッケージを見てください。この中の要はね、いつもと同じ生活をしている、散歩量も一緒、食事量も変えてないけど急に太るようになってきた、さて何でしょうってなってきたら、結局年齢とかその子の例えば代謝の問題って大きく関わってきたり、水分量が関わってきたりとかすることはあるんですよ。で、じゃあ実際うんちの状態ってどうなのかな、おしっこの状態どうなのかな。で、太りやすくなる傾向の子で多いのは、量が増えてるわけじゃなかった場合はおおよそ、量ってご飯ね、ご飯の量を特に増やしてるつもりはないですってなった場合は、多分食べている成分の体の中の取り込みが非常に良くなっちゃってる可能性はあるんで、うんちが小さくなってくるんですよ。もしくは回数が少なくなってるかなのね。だからご飯をあげていって、このご飯にしました、あのご飯にしましたってこう変えてみてもらった時に、まずチェックしてもらいたいのは、その排便とか排尿とかそっちをチェックした方が良いですっていうことなんです。わかるかしら、お分かりにいただけてるかしら。うんちが硬くなって、硬くなると吸収されて、硬くなるとというか少なくなるとと言えばいいかしら。で、硬くなってきてるってなると絶対的に水分量が足りてないです。で、水分量が少なくなってる子はうんちが硬くてちっちゃくなってきちゃう。で、ましてご飯の量そのものが少なくなっちゃうと、ウサギのうんちみたいなのになっちゃいます。ポロンポロンっていう感じ。だからうんちをポロポロする子、ちっちゃいのをいっぱいする子とかはつながらないってことは、水分が全然足りてない可能性があるのと、逆に言うと排便がもしかしたら便秘気味になってる可能性がありますよっていうことで、今時って皆さん、あのご飯がね、あのその成分は正直、あの成分というか入ってる原材料は本当に皆さん今いろんないいものをたくさん揃えて入れてきてくれてたりとかするので、あの、まあ、その各地産地の良いものとかにね入れてくださってたりとかするので、そこはあの問題にはならないのかもしれないですけれども、あのよっぽど変なメーカーさんとかね、なんか怪しげな何かじゃない限りは問題ないと思うんですけれども、ただ揚げているものの中にはその子にとっては吸収力が良すぎてしまうがために排便量が少なくなっちゃって結果太るものと、そうでないものっていうのは出てくるわけですよ。で、人間でも例えば糖質を摂りすぎると太るってよく言われるけど、糖質をじゃあ取らなきゃいいのかって言ったらそういうことでもなくって、お米とかね、そういう炭水化物的なものを少ないけれども取った方がいい人と、それがないと困る人と、取っちゃダメな人とっていうのがやっぱりその人の健康状態によって大きく変わるから、そこもあの自分の体と、要はワンちゃんの体とかを把握する必要が出てくるので、あったものを探していくっていうのが本当に重要な作業なんです。で、ワンちゃんの体は例えばこれちょっとうちのお店にある商品ですけど、こういうじゃあ商品にしますってこう決めた時にも、この A 社さんのものをずっと使ってるわけではなかった、またたまたまじゃあ B 社さんのものを使ってましたってなった場合に、急に切り替えようとすると、人間みたいにあちこちいろんなものをたくさんいろんな種類で普段から取ってるわけじゃないので、この中に入っているものしか食べたことがなかった子が急にこっちの成分に変わりましたっていうだけで、プラスに急にされたものがたくさんあったり、マイナスされちゃうものがたくさんあったりってなると、食事が今日まで日本食を食べてたのに明日からドイツ料理にしてくださいみたいな、そんな感覚になっちゃう可能性はあるので、とお腹がびっくりしちゃって
合わない期間はゲリアウォードになりますよっていうことなのね。なのでこう成分がなるべく、じゃあ朝はね日本で夜はドイツみたいになっていくようなタイミングだったり、まあ、最初から混ぜ混ぜにしてあげるとかしてちょっとずつ切り替えるっていうのもそういう事情で必要になるんです。で、あげて仮にアレルギーみたいな反応の子は早ければ1週間以内で出てきます、大体症状が。で、あのいやそれはあの獣医さんに怒られちゃうから絶対とは言えないですよ、もちろん。あの可能性の話としては1週間程度がもう最も出てくる時期です。で、じわっと出てくるようなものであればアレルギー自体のその成分値としては多分高くないけど、その子にはちょっと合わないっていうんだとすれば 2,3 週間後ぐらいに結果が出てくる子もいるとは思いますが、おおよそ本当に合わないものなんであればもう1週間程度で、まあ変な話1週間以内で症状として出てくる可能性はあるので、それは一つのサインにされるのはありだと思います。だからご飯切り替えた時、もしくはこれどうなのかしらって思う時だったら1週間くらいを、まあ、例えばおやつ怖かったらおやつ程度であげてみるのもありかもしれないですし、まあ、大丈夫だったらその1日目から7日目までに向かってちょっとずつ量を増やしていくやり方もありだと思いますし、そこはどっちでも良いですが、そうやってこう試していくっていう方法は一つありますよね。で、多分あの鳥とか馬とか鹿とか、まあ、鳥系の子とこう四つ足の動物系の子と何がいる、あとお魚ピチピチちゃん、あと他何かいる、アリゲーターみたいな、ワニみたいな、そうです、まあ、最近ワニ肉のねご飯とかっていうのはあるんですけれども、あの正直先に言っとくと時代背景として、あの昔はねビーフのアレルギーがとっても多かったんですよ。いやといっても私があのこの業界に入り込んだ、かれこれ20数年前の話です。その時はビーフだったんですよ、メインが。もうアレルギーのメインといったらビーフで、その当時ってビーフが主体だったんですよ、ご飯ので。次の時、それがそのアレルギーが多いっていうんでいろんな成分に切り替わってきた時にラムとチキンが出てきたんですよ。で、多分肉の素材としてチキンの方が各メーカーさんが手に入れやすかったからチキンになったんですよ、その後ね。そしたら今度はチキンで出るようになっちゃった。で、今はその当時に流行ってたラムもちょっと出るようになっちゃった。ってことは今後どうなるかお分かりいただけるとも思うんですけど、流行ってきてずっと使ってるとそれもアレルギーになるんですよきっとね、っていう話。ずっと食べてるから結果的に。だからうち馬だから絶対大丈夫っていうのも、馬を何十年もあげてて、いやもしかしたらその子の一生涯では出ないかもしれないですけど、仮にその子のこの子供がいますとか何々しますっていうところ、遺伝的なところで言ったらゆくゆくはその子は馬でもダメかもしれないし何々でもダメかもしれないしっていうことにはならないとは限らないので、あの流行ってるからといって同じものをずっとってやっているとちょっと怪しげになることはあります。そこも一つポイントにしてもらえると良いと思うので、フードに今あのいろんな種類のお肉が入っていない子は、まあ、やり方は本当様々実はあって、アレルギーを未然に防ごうとするのであればいろんな種類の肉質のものを割と混ぜて使っていくっていうのは良かったりするパターンの1位ではあります。ただもともともうアレルギーがひどい、いっぱい出てるってなっちゃってる方だと多分食べられるものがそもそも限定されてますよね。となるともう一個ずつ潰すっていう風なやり方しかない子も中にはいて、やり方はまあ二通りっていう話になると、もう一人のやり方としては A が潰れるまでは A の肉を使い続けるっていう感じです。で、これがなんか最近なんかちょっと怪しいなってなったら B が出てくるみたいな、一生涯の中でね。で、B をとりあえず使えるところまで使って最終的に C にしますみたいな、そういうやり方もありっちゃあり。ただそのいつ症状が出るかとかいつそのダメになるかなんていうのは
分かんないんです。明日ダメになるかもしれないし、10年後かもしれないし、亡くなるまでないかもしれないしみたいな、そういうのはあります。ただこのタイプの子って厄介なことが一つあって、おおよそ、まあ、私は実はその前者をおすすめるんです。複数のものをある程度きっちり取っておいた方がいいよとおすすめしている事情は、私の経験談の話になってしまうんですけれども、高齢になると様々な病気をするんですよ。それ皆さん分かりますよね、きっとね。いろんな話やインスタとかいろいろ出てるからね、きっとお分かりになってると思うんですけれども、様々な病気が出た時に、その病気の種類によってはやっぱり毎日違うご飯を本人が所望するという感じになっちゃうこともあるんですよ。食べられるものがどうこうとかの話ではなくて、本人が気乗りしないからいらないっていう風な症状になっちゃう子もいるんです。でこの時が一番厄介で、今さっき言った一生涯で一個ずつ潰しますっていうやり方をしているお家さんは、突然その A を食べなくなった時に B を出しても B を食べ物認識してないとかいう子はちょっとやっぱり現れてしまって、 A 以外のものを食べ物という認識をしないから B とか C とか出しても知らないとかいうなりかねないという子はいたりするんです。だ食べ慣れないから、あとはその変わる瞬間に下痢しちゃうとかね。だからそう考えちゃうと、なんか前もっての準備っていうわけではないですけど、今時の子は本当に長生きな子が多いので、長く見積もった時にはやっぱりさまざまなものをちょっとずつ上げておいて、どういうものがいざという時になっても、まあ食べられるような努力ということはしておくのもありだとは思います。今多分皆さんの中にも、最近フードメーカーさん、いやフード高くなったよねとかいうのでフードを切り替えられた方とか、もしくは例えば使ってたご飯が急に廃盤になっちゃったとか終売になっちゃったとかで切り替えなくちゃいけなくなっちゃいましたなんていうお話もきっと出てると思うんですけれども、その時なんかも限定して使ってるお家は切り替えなきゃいけない、必然的に切り替えなきゃいけないから追いつけなくなっちゃうので、できればやっぱりその複数を初めから、例えば 2種類なら2種類とかのご飯を決めて、これとこれを常に混ぜます。でこっちが仮にちょっと入荷が遅れてますってなっても、まあじゃあとりあえずこれがあるから大丈夫みたいな使い方をしてると、本人も日頃食べてるのでちょっと安心っていうのはあったりしますよね。これは多分皆さんどの方たちもやっておくと良いと思います。話はすんげえ行ったり来たりしますけど、フードメーカーさんのこの辺のドライって、先ほど最初に言ったように熱が加わっているところに、熱で壊れないように後からビタミンとかミネラルとかを添加するパターンもあったりする。ただ熱を通しちゃうと、人間もそうですけど、カラカラになるまで熱を通すんですよ、大体のこのご飯って。で皆さんのフードメーカーさんの中にも書いてある人は書いてあるかな、オーブンベイクドって書いてあるご飯使ってる人いますかね。ホタテ、いやホタテホタテね、うん、ホタテ、あホタテ美味しいよね、うん、そのご飯にオーブンベイクドって書いてある人は、それはね、フライヤーでわーってやって、なんていうの、なんか焼いてるっていう感覚よりはオーブンで焼いてるので、油がちょっとこう取れやすいというか、そういうものもあったりします、その製法によって。で油でを最後に添加するんですよ。油結局熱に弱いから、油もで、そのなんだ、熱を通しただけのただのコロコロのご飯だと、これ最も食いつきが悪いんですよ。オーブンベイクオーブンベイクドに限らずです。ご飯の途中過程までって、特に油とかもみんななくして、とにかく焼きましたみたいな状態になっちゃってるので、すごく味が薄いというか、味がないというか、そこに工夫をしたのが、その油の吹きつけたり中に吸い込ませたりする技術で、だからドライフードの多くがちょっと触ると
ペチャってこう油がつくんですよ。で各自あの今お持ちのご飯があってティッシュの上にご飯を置いといてみてください。1時間とかちょっと置いといてもらうとすごいティッシュが吸ってることがあったりします。あの両方食は実はその油の吹き付けが強かったりするものが多いのはそれだけだととても美味しくないからです。だから油でちょっとコーティングをして両方食だからこそ食いつきを上げてくるっていうやり方をしているメーカーさんもあるんですよ。で、さまざまな肉を段中入れて作れるところは多分肉の素材の味も入ってくるから美味しくなったりできるし、あとはその今は本当技術がいろいろ上がってるんでオーブンでやっても美味しいままで素材をこうなんか真空パックみたいになんかそういう機械に入れるとこう中にこう閉じ込められますとかいろいろあるんですけれども、それはもう各メーカーさんの努力なのでいろんな味がそういうところで生まれているっていう感覚。ただドライに言えることは十中熱は間違いなく入っているから栄養成分としては本当にちょっと自分たちここに書かれている量よりももしかしたらちょっとこう少ないかもって思ってもらえたらいいよかったり、あちなみにね最近はね天然乾燥で作ってくるドライフードっていうのもあります。日干ししてんのご飯をすっごい手間がかかるからすっごく高いですけど、それくらいすると何が全然他のと違うかって中に入ってる酵素は死なないんですよね。丸になってんの、あのそれこそこの麦酵母の外さんみたいなこうなんかちょっといろんな形になっちゃう、まあ、なんかこうちょっとポロポロポロっていう感じになってるっていう感覚。成形はされてないんだね。されてない混ざった状態なんかこうくっついてたりするものもあるし、もう様々って感じですね。あホタテ美味しかったよかった。書いてない、何の話だろう、ごめんね書いてない。オーブンベイクドね、きっとね。オーブンベイクド書いてない人は大体中に油がこう染み込んでる形が多いと思います。フリーズドライが来ました。フリーズドライどうですかってどういうこと。フリーズドライは、フリーズしてるので基本的には、栄養成分は閉じ込めてる方です。焼くよりね、うん、焼くよりは閉じこもってるかな。で死なないというか、今急速冷凍とかあるじゃないですか、うん、ああいうのと一緒で、で今エアードライってのもあるわけよ。そのさっき言った乾燥ね。でエアードライとフリーズドライって、あこれもう好みの問題になっちゃうんですけど、やっぱり味が違うんですよ。エアードライものとフリーズドライものってそんな話してる場合じゃない。まあなんか そんな感じ。なんかフリーズドライも悪くないですよ。ご飯でフリーズドライのものなんて、あれもそうかな。ケイノインさんって何なんだろう。確かケイノインさんはフリーズドライだよね。こう書いてある、はい書いてある、こう生食。でこういうメーカーさんは天然を意識するから壊さないように壊さないようにを考えてるといえば考えてるかなと思います。だから栄養成分が壊れにくいとこの素材の中の栄養がうまく吸収されやすくはなるよねっていう。サプリメントとかである程度添加しなくても補ってはくれる可能性は高い。ちょっとお値段高いけどねとかそういう感じ。で話がおおなるほどそうで、ただドライフードをあげてる人の最大の難点が水分がないことなんですよ。もう44分になっちゃうからねちょっとうまくね。そうなのでドライフードをあげてる人はとにかく水分をどこかのタイミングで、うん、入れる努力をしないと十中体は水分不足してますっていうサインを出してます。それがフケだったりかゆみだったりなんかボリボリやってるとかもそうだし、カサカサしてるもそうだし、分かりやすいので静電気がひどい子とか、あとは
毛がパサパサしてる子もそうかな、うん、あとツヤとかもそうかもしれないです。で栄養分が滞るとどうなるかって、一番最初に出るのが毛づやとか、毛に栄養分がないような感覚ってすごく強く出てきます。というのは体の一番端っこにあるのが毛なので、毛に栄養分を回していられなくなっちゃうから、内臓が優先なんで、栄養分というのはね、全てにおいて内臓が優先されているので、内臓が全部吸収しちゃう。そこから染み出てきて栄養成分が最終的に毛まで行き届く。なので毛づやが悪くなる子ほど、毛づやが悪くなるほどちょっと問題が出てくるのは、もしかしたらうちの子栄養成分がうまくそっちに回ってないのかしらとかも絡んできちゃう。確かにそうなのよ、確かになんです。だから水分を普段から取りにくいですって言ってる子ほど、よりよりですよ、より水分を、まあ、例えば朝起きた時、ご飯食べた後、昼過ぎ、そんなにこまめにあげられるかわかんないけど夕方ぐらいまでの間、夜寝る前とかみたいな感じに、なんか水分の入った何かをプラスしてあげるようにするとかしていかないと、皮膚が悪くなる理由にはなるかもしれないですね。アボダーム 10% 以下、水分ってことかな、うん、水分かな、うん、うん、多分ね、どれもそうだと思うよ。水分量はね、ほぼほぼないです、カラカラなんで、うん、で、水分量が多い仮にドライフードだったら悪くなるのも早いです。だって水分が入っちゃってるんだもんみたいな、そういう感覚ですね。だからカラカラなものがダメっていうか、ドライフードとしてはカラカラの方が日持ちもするし長持ちもするしってところだと思うんですけど、ただ例えば脂質がすごく高いご飯をあげてらっしゃる方は保存方法を気をつけないと酸化も激しいから、あの悪くなるのも早いんで、大袋買おうなんてもうとんでもないことみたいな雰囲気になっちゃうよって。でこれからのシーズンはますます、あの今の日本ってものすごく暑いから、お家の中の冷暗所って言ったって多分暑いんですよ。よっぽど蔵がありますとかだったら別ですけど、暑いことに変わりがないんだったらもう野菜室とかに小分けにして入れちゃうとか、空気が大敵なんで、とにかくジップの袋に入れて開けない確率を増やして小分けにして、あの、保冷剤じゃなかった、野菜室入れてくださいみたいな、そういうのがあります。言ってたもんね、うん、あります、あります。でメーカーさんによっては今小分けでね作ってきてるメーカーさんもたくさんあります。でその小分けにしてるメーカーさんほどよくあるのは、そのセミドライとかその辺は水分量も多いから小分けにしないと悪くなっちゃうんですよ、色も変わるし。でドライフードもなんかうちずっと揚げてると食べなくなっちゃうんですよねっていう方、多分それって味が変わってるんですよ。もうそのずっとっていう最後の方になると匂いが変わったり味が変わったりするので、ワンちゃん自身が何これってなってきていらないって言い出すんですよ。だから最初からそのいつもいらないっていうその分ぐらいの量、もしくは半分ぐらいの量は最初にビジップロックの袋に入れて野菜室にボンって入れちゃってみてください。開けないでも、でその最初に食べる分だけ食べたらその野菜室から出してあげてもらったりとかすると、もしかしたら鮮度が若干は生きてるかもしれないよっていう、そういうお話ね。で普段開けてるやつを野菜室に入れてますだと、開けたり閉めたり開けたり閉めたりしてるものを結局野菜室に入れてるんで、あんまりそれは正直意味はないかなって思います。その鮮度の問題だけで言ったら温度差が出るから逆にダメかもしれないしね。結局空気に触れるんですね。そうですそうです。開け閉めする。開け閉め、空気に触れさせないことが、うん、はい、あ水分量、あそう、ありがとうございます、水分量ね、はい。そうするとそういう半生じゃないけど、まあ半生はこの方が、まあ、水分多いもんね。そう水分が多いので、うん、まあどうしてもの方とか、うん、あの水分をやっぱり取りたくないよっていう方は、うん、まあその半生みたいな、うん、うちだとこういうタイプとか、あとはもうあのブッチとかね。うん、こういうのはまあその水分の塊みたいなご飯だから、そこを気をつけてもらえれば。
ますっていうところです。分かっていただけた。なんかフード選びのポイントって言ってて、なんか壮大な話もしてっちゃったから、なんかちょっとよく分かんなくなっちゃったかもしれないけど、だからドライフードを基本的に上げていって、水分量が気になる、でも水分だけだと飲まないっていうんだったら、その世の中的に言う、缶詰的なものを入れちゃうと、それは水分量に変わるんで、それもある。で缶詰とかだけ、だって毎回缶詰じゃんっていうんであれば、缶詰1個の缶詰ね、1個の缶詰を水入れるんですよ。同量の水で割っちゃうの。製氷皿で割っちゃうの。製氷皿にね、お肉ちょ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 って分けるじゃないですか。10個あんだったら10個に分けるお肉を、そこにね、同量の水分を入れちゃうんですよ。そう、氷を作ろうと思ってください。あの缶詰氷みたいな。そうすると水分も多めに取れて、缶詰1個でちょっと倍の量で作れるよみたいな感じにもなる。でためになるんで、あ、どうもありがとうございます、はい、そういうやり方をして、何してほしいかって、熱中症対策をしてほしいんです。でね、さらにもっと熱中症対策っていうと、この氷のこうピャッピャッピャって作ったところに、うちのねピーウォーターを、数滴ずつこうペーペーペーって入れていくと、ピーウォーターのお水になるの、あの氷になるのですよ。でおやつとしてもあげられるし、緊急時の熱冷ましみたいに食べさせることもできるし、それを溶かして水分量が多いお肉味の、氷なんていう命名になるのかな、なんとか、な氷をそのご飯にそのまま入れるのもよし、水筒にいっぱい入れておいてお散歩中にあげるのもよしとか、そういう使い方はいろいろできるよっていう話です。缶詰屋だったらブッチ溶かせばいいの。そういうことです。こたちゃんちママやってるよね、あのブッチ水作ったりとか、そういうのもありです。ペットボトルにちっちゃく切ったブッチでジャバジャバジャバって振って、それをあげたりするのも良いし、バンビランプのお家は、あのさっきそのホタテって言ってくれてましたよね、ホタテとかフリーズドライのマグロとかあるんですよ、うんうん、それをもうそのまま入れて出汁を取るみたいな感じです、うん、そうすると出汁のあるお水って、うん、人間よりはね、やっぱり味覚で言うなら、ま、ちょっとやっぱりすごくあったり、鼻がいいからとにかく、うん、ニュッと匂いがするって思うと、飲んでくれたり食べてくれたりがすごくなる。なるほど。あ、これちなみにアイガモ、これアイガモね、アイガモのフリーズドライだったり、マグロちゃんだったり、言ってたホタテってこれね、これすごい人気なの、びっくりだからね、これね、こういう大きいんだよね、でっかいの、不思議よこれ。ホタテのサイズが、ホタテはタウリンが入っております。あ、タウリンが入ってます。はい、魚系はねタウリンが多い。チョコ飲まなそう、うん、あ、チョコ難しいな。チョコはだって肉食べたいんでしょ、ね、だからチョコちゃんだったら、うん、まあ、お肉自体をやっぱりあの生ものにしていくしかないよね、というお話でした。なんとなく分かったかな。だからね、あのそうフード選びってこう偉そうなことを言ったんですけど、本当合うなら何でもいいのよ本当にって。たださっき言ったみたいにいろんなことがありえるから、その1個に固定するとかそういうのでもなく、本当にあの正直私たちが思っているより研究してますから、フードメーカーさん場合によっては100年200年でやってるところはあるので、あのそれでも一生涯を記録してって何年寿命が延びたなんてやってるところもあるぐらいなので、あの本当様々ではあるものの、最近はそれをより人間の食事の概念に近づけていこうと言って、各メーカーさんがあの人間が食べてる食事みたいなものをこうミンチ化してもらって、それを冷蔵冷凍で出してくるメーカーさんもたくさんあるように、ただそれもいいと思います、良いと思うんですけれども、それは多分今度水分量がね補給できるという意味でも非常に良いと思うんですけど、やっぱりね気にしといてもらいたいのは、いざ震災とかね緊急時とかね、そういう時に冷蔵や冷凍やなんとかっていうのは結構厳しいものがあります。いざ本当に災害時とかは困ったりすることもあるので、ドライフードには慣れておいた方が良い、もしくは常備で缶詰とかを持てるような、そのままの保存で効くような何かあの、まあ、缶詰類とかを本当に用意しておいてもらうとか、なんか多分それはやった方がいいよっていう話ね。美味しかったですか、うん、アホタテ、うん、高いよ。ただね、貝柱がね、5、6個入って、うん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 、人間で考えても相当な金額だと思います。そう、とても美味しい。
1320円だって。あホタテ水はでもいいかも。ホタテ水ね、うん、開けてびっくりな匂いだから、うん、ちょっと食べてみて、食べてみて、美味しいから。はい、以上。なんか超話が終わっちゃった。はい、もう55分だもん。そう大変よ時間がね。そう大変よ。良いかしら。飼い主が食べました。あ、ホタテダメよ。ホタテ飼い主じゃダメなの。チョコちゃん食べなかった。食べなかった。あ、そうか、それは飼い主さん食べて全然美味しいからね、うん、常備で置いとくのは良いと思いますよ。はい、なんかご質問あったりしますか。ちょっとなんか話が壮大すぎて質問もクソもなかったよね、きっとね。そうなんで、あの、難しそうに見えて、うん、難しくはないかなっていう感じ。いろんなものをあげといた方は損はないし、各メーカーさん本当試行錯誤があっての作り手だから、そこを信じると言ったら変ですけど、いろんなやり方があって作ってるから、本当 A さんには A があって、 B さんには B があって、 C さんには C が合うみたいに、本当様々なもので合うって、いやそれは当然だって話になっちゃう。で、生活環境が変わる、散歩量が変わる、水分量が変わる、生活スタイルが違うっていうだけでも全部違うので、同じことやって同じように病気にならないかとか、病なんとかならないかって言ったら、それは絶対ないです。やっぱり個別である、必ず。一番多いと水は、水ってみんなの水、みんなの何、みんな何の水あげてるの。水は みんな、あ、水、水に、水は何の水あげてる、みんな何の水あげてるのだって。え、どういうこと。え、何の水、何の水。うち水道水、茶湯差しは水道水だって。水道水だけど、うちは浄水器から出てくる水と浄水器は入ってる。あ、浄水器は入ってる、うん、水道水でいいのを良い質問を挙げてきましたね。さすがてっちゃんママ。あ、水道水です、うんうん、水道水ってね、あ、水道水あげてますよ、うんうん、水道水をみんなあげたくなる理由は何。あげたくなる理由ってあるのかしら。ない。水道水でいいと思ってるから水道水あげてます。うん、うちもたまに水素水。 B2B だって。さいたま市の水なんで。さいたま市けなしてんの。あ、うち川口、うん、うち川口。そうね、それでいいのかなって。ぶっちゃけで言ったら水道水でいいんです。水道水でいいんだけどです。水道水でいいんだけど、水道水は地域によって味の差がすごく出ます。まあ浄水器、あ、そうそう、すごいね、素晴らしいね。浄水器のお水を一度沸かして軽き抜きしています。そう、それもいいと思うし、普通の水に P プラスかな、うん、そうですよね。良いです。あの、ミネラルウォーターと回答してない素晴らしさですね、これは。あの、ミネラルウォーターは避けてほしいです。うん、うん、避けてほしいのです。ミネラルウォーターカルキがダメなわけではない。それは人間の、蓄積がもうあのないようのレベルまでカルキ自体は言うて入ってない。浄水ピーウォーター、うち、うん、こたちゃん、うん、だから別に水道水でも良いです。そう、うん、浄水器、浄水するとよく飲むようになるから、血石になりやすいっていうのは、あ、ミネラルウォーターだってこと。そう、その言ってる通りです。あの、ミネラルウォーターはミネラルが過剰に摂取されることになるので、それが血石の原因になるとされて、今獣医師さんのほとんどが多分ミネラルウォーターを避けなさいと言ってくると思います。みんなの水は、みんなの水はあれは、ミネラルの成分が可能な限りなくて、純水と呼ばれるようなお水なんです。おすすめしてくれたやつです。あ、よかった。飲みやすいんだよね。飲みやすい。はい、それあれだよ、あの、名前言っちゃいけないのかな。名前言っちゃいけない。リンちゃんちも使ってる。そっちのリンちゃんちじゃないリンちゃんちも使ってるよ。あ、モコちゃんとかナナちゃんのお茶も使ってる。同じやつね。あ、で話がすごいとじゃんけどね。そのミネラルウォーターの話だと、それがあるからそれは避けましょう。で、水道水あげてください。カルキは言うてそこまでじゃないです。ただワンちゃんによっては、その
さっき言った地域によっての軽気の差があるので匂いで飲まない子がいます。で水の質がそれ何あ今度教えるね。その軽気云々が原因というより純粋っていうことは余計なものが何も入ってないのと硬度がないんですよ。あのよくなんかあるじゃん硬度水、海外のお水は硬度がすごく高くて要はあの硬水って呼ばれるお水ね。でに日本は軟水なんですけど、あこれがみんなの水って言ってたやつ、超軟水で硬度がゼロなので、ゼロってことは何も入ってないってことなんですよ。だから例えば病気持ちの子だったりとかしてたり血石が多いですっていう子なんだったらみんなの水を飲むと、そういう意味ではミネラル、要は水の中に入ってる成分からの、あのミネラル云々っていうのはなくなるの、改善できるんです。え、ちょっと。なるほどね。ナトリウムを本量発揮、いや別にまだ本量発揮してる、まだ、ね、3分の1ぐらい、まあ、いいや、そんな話を、うん、ありがとう、あのそんな感じ。だからミネラルウォーターがダメだ、うん、だこの前みんなインターペット行ったんでしょ、なんか言ってたと思うよ、多分ベラベラっと喋る人、私以上に喋る人なんかたくさんいると思うんですけど、みんなの水とかはそういう意味ではその硬度が入ってないから、なるほど、だから生かせるのよ、素材の味を生かせるの。これでねご飯炊いてごらん、ご飯がすごく美味しいから。軟水を選べばいいってことね。そういうことです。軟、ね、水を選んでほしくて、硬水はワンちゃんの場合はちょっとあの血石になりやすくなります。あの日本人にはちょっと合わないとされてるよね。うん、ただなんかダイエットにはいいよっていう、うん、ほら噂もあったりとかするから、うんうん、まあいいよ、そこは任せるけど、軟、うん、水の方がワンちゃんにとって動物にとってはすごく良いです。でやっぱりあのさっきも言ってくださってる通り、それを入れたとしてもピーウォーターのようにそこから悪いものをマイナスしてくれるものを一緒に飲むんだったら、正直何の水を入れてても多分あまり気にならなくていいと思う。ってことで結果水道水でいいよって話ね、うんうん、はい、いろはちゃんも来てくれたよ、うん、ありがとうございます。え、それ何今度教えて、はい、あでさっき言ってたのはあの水のね入れ物の方ね、今度細かくそっちはまた次の回でやります。はい、で何だっけ、話終わっちゃった。なるほど、水道水、はい、はい、これ10時2分になっちゃったよ、もう大変だよ、はい、でそんな感じです。はい、なんでお水はねみんなちょっと意識して、うん、うん、やってね。でみんな太りたくないとかいろいろあると思うんだけど、そのさっき言ってたように成分の差だから、炭水化物で太る子もいる、肉で太る子もいる、脂質で太る子もいる、王子の子は何で太るのかなはやってみないとわからない、だから試してみてねっていうことがまずあるよ。はい、はい、成分に穀類が多いものでも別にそれは合えばいいっていうこと、うんうん、だと思います。というのも、うん、その穀類しか食べれない子もいるからね、肝臓とか腎臓とかがダメな子って穀類傾向に行く系統になるんです、うん、でもほら今に人間でもその糖質がダメじゃないかとかっていう話がすごく過敏になって、うん、あの有名な某有名なスポーツ選手さんたちがもうパンなんか食べないとか、いろいろ穀物は食べないとかってやってるところもあるけど、スポーツ選手と通常の人たちはやっぱり体の作りも違うから、うん、当然生活のリズムも違うんで出方も違うと思うけど、うん、穀物をじゃあその暴飲暴食をしてますっていうと本当にいろいろ出ると思うけど、うん、通常えその範囲内で揚げてたり食べてたりとかするものに関してそれがものすごく原因になるってことは、うん、そこまではないと思います、うん、たださっき言った結果合うか合わないかなんで、穀物を摂りすぎててものすごく太るようになっちゃうんだったら、うん、まあじゃあそれを避けようよっていう話なだけ。なるほど、うん、で今時の子はみんなグレインフリー、グルテンフリー系をやっぱり選ぶ方が多いんですけど、うん、よくよく考えてみて肉しか食べてないからね、うん、そうなるとって、うん、肉しか食べてないってなると今度は腎臓とか肝臓ってそれを分解するために必死に動いてるよ今、ものすごく必死に、それはそれで、なのでそれをカバーする何かをしてあげないと、さあこの肝臓や腎臓はいつまで持つでしょうかっていうお話でしたっていうことです。お分かりいただけましたか。うん、はい、ももちゃん、はい、あ、ももちゃんね、そうです、あのももちゃんなんかは年齢も高いですから内臓系からのその要は吸収が悪くなっちゃうと痩せていくっていう可能性はあります。
だから可能なら食事の回数を増やすのも一つありです、うん、痩せやすい子は1回の量が多くできない子とか、うん、あとはいろんなご飯が食べられない子、種類を増やせない子は回数でごまかす、それもありです。大丈夫かな。いろはのいろはちゃんのパパがピーウォータープロ最高って言ってくれて、もう素晴らしい一言ですねありがとうございます。ありがとうございます。で、あのね、ごめんね、あの、そう、そんなんなんで多分これ終わんないだろうなと思ってたんでそんなんなんですけど、ちょっと次回もね、また皆さん、あの、何かこうこういうのやって、ああいうのやってっていうのはやってもらえたらいいなと思うんですけど、私ね、これで今ね3分の1ぐらいかなしか喋ってないんですよもう笑っちゃうよね。で、あの3分の1ぐらいっていうのも、実はご飯のことって正直こうやって大きい場でボワーンって喋ってますけど、あのね、要はね、もう個別なの。今多分さまざまなご意見があった通りで個別なんですよ、ぶっちゃけて言うと。だから、あの、一応いろいろ考えた、いろいろ考えた結果で言うとですね、皆さん LINE の登録をしてください。わかる？ LINE 登録、うち LINE やってるよ。犬心の東川口店の LINE があります。あ、ララポートの人も東川口店に LINE 登録してくれたら私と直接話せるよっていうのはチャットができるんですよ。まあ、全然チャットしたいわけじゃないんです。で、もし本当に悩んでる、でもごめんなさい、あのね、お店で営業時間中は私こうやってずっと喋ってるからあんま見る機会がないんで、良いんだったら、時間をもらえるんだったら電話か LINE かに回答します。だから何か相談があるんだったら LINE に入れてほしいんで LINE 登録をしてください。お分かりいただけます？回答は100文字以内でお願いしていい長くなっちゃうから、長くなっちゃう。そうだね、あの、質問だけババンってやって、あ、これ無理だなって思ったら電話します。だから電話番号とか入れてくれたらいいかな。かな。で、あの、あの、お店の LINE ってチャットができるっていうのは個別でできて、皆さんにはその個人情報みたいなのが皆さんの横には漏れない仕組みになってるから、本当にお友達の回答みたいな感じになるので、まあ、それでもよければ、あの、そういうやり方もできるので、ぜひ LINE を、あの、入れてください。インスタグラムね、なかなか個別対応が難しくてですね、ちょっと使い慣れてないっていうのもあると思うんですけど、なんで、で、あの近所の人で来れる人はそういうめんどくさいことしなくていいから、あの、来て、もう多分きっと LINE の登録はしてあるんでしょうけれども、あの入れてって回答するまでに来店があるんだったらいいから、もう来て、あの、回答するからっていう話にして、 LINE 登録して来て、あ、そう LINE 登録して来て、登録して来て、で、あの、今後ね、ちょっとその多いかなと思うんで、こうやってインスタライブはするけれども、なんか、このなんだろう、この、うん、インスタライブのアーカイブとかもなんかね、ずっと残してるとなんかちょっといろいろご意見が出てきてて、なんか何話してもよく分かんないとか言われちゃうからあの、多分これ会話があるからね、会話があるから分かんなくなっちゃう人も多いと思うので、あの、インスタライブのそのアーカイブも長期は残さないことにします。1週間くらいで、その後はその LINE を登録している方に、あの、窓口はここだよっていうことで、なんか YouTube のね、なんか公開なんとかっていうのがあるらしくって、そっち登録するかもしれなくなるので、皆さんとにかく LINE 登録しといてください。あるの知らなかったです。あら、いきますよ。はい、あの、 LINE あるよ、ポミちゃんあるから、ぜひ登録してで、 LINE の方が正直、あの、怖なお客様向けにボンボコこう情報を流すので、そっちを使ってください。ライブ情報なの、分かるの、うん、たまに送ったり送らなかったですけど、ね、はい、送って、あ、送ります、ちょっと仕事します。あ、まあ、ちょっと LINE を活用させてください、個別の判断のためにね。そうね、はいはい、なので、みんな LINE 登録よろしくお願いします。活用させていただければ、はいはい、話がすごい飛んじゃったんだけど、はい、1個だけいいかな、はい、プードルが入ってきたの、すっごいかわいいプードルが、あの、チラッと顔見せして、あの、これ LINE しおじゃなかったら、ライブが終わったら、あの、ドンって載せます、写真を、かわいい写真を、すっごいかわいいトイプードルの赤ちゃんが、これね、なんかね、ちょっとね、やばいよっていうかわいさです。ぽよんとしてて、ぽよんって、私の家のこの家系と、だから親戚になれ、
佐藤さんのお家のこと親戚になれるよ別にどうでもいいけど、あのだトイプードルが入ってきてます。でちょっとあのまだねちょっとデビューしたりしてなかったりなんですけど、まあ、今週のもうちょっと、まあ、明日明後日くらいが調整して週末にはもうちょっとちょこちょこ出せるようになるかなと思いますので。女子可愛かったって。女子すごく可愛いんで、ね、あの今ここに連れてくるっていうよりもちょっとバックスイこいちゃってるからちょっともうねあのお休みさせてあげてもらって、後で写真出しますんで。お色はレッドですよね。レッドレッド、はい、女子可愛かった。はい、チョコネーは見ちゃったからね、うん、すっごい可愛かったから、あのぜひレッドです。ペちゃんちごめんね、黒じゃないよ、レッドね、うん、そしてちっちゃめです。ワンコとしてはタイニーみたいな、だから3キロいかないくらいの感じっていうか、うん、大人のサイズでね、キャー、うん、キャーで本当にキャーだよ。なのでぜひあのインスタの写真見てください。この後載せます。はい、はい、ちなみに余談ですが、多分岩波くんかな、はい、YouTube の限定公開ですって入れてくれてる。あ、はい、だそうです、はい、その YouTube の限定公開で、この、アーカイブをご覧になることができます。LINE で情報を流しますので、入り口が多分そっちに、そっち多分なるんだよね。なので、うん、そっちを登録してもらわないと、はい、その後は見れなくなっちゃう。ちょっと私が多分喋りすぎててね、わけが分かんないんですよね、うん、きっとね。漏れちゃうしね。漏れちゃう。はい、うん。なので皆さんそういうことでよろしくお願いします。はい、お願いします。なんかすっ駆け足だったけど大丈夫、はい、10分もオーバーしちゃった。また怒られちゃう。ものすごい怒られちゃうけど、平気大丈夫かな、うん、こんな時間夜更かしって言うんだよ、もう。あ、夜更かしって言わない。まあいいや、はい。そうね、私たち帰らないといけないですからね。そうそうそう、怒られちゃうから、はい、ちょっと私帰らなくなっちゃうね。皆さん、はい、大丈夫かな、なんかあるご意見あります、大丈夫、大丈夫ですかね。じゃあ一応最後、夜になると人数が増えるので、ね、ありがとうございます。この時間皆さんちょうどね手があって時間ですので、9時って微妙な時間やね、いつも思うけどね。でも短くできないから9時にするしかないの今、ね、限定公開見れる URL を送る流れで今後考えてます。はいはい、っていうことです。はい、じゃあグラノーラは次回、はい、4月24日、はい、店長帰もう帰れなくない、まだある、大丈夫、送ってくから30分ぐらい30分ぐらい大丈夫、そういうこと、はい、はい、グラノーラ4月24日、はい、4月24日ですよ、はい、24日です、水曜日ね、はい、あ、昼ぐらいからです、ちなみに12時ぐらいから、はい、私と同等か私以上におしゃべりな方がそうそうそう、すっごいしゃべる人らしいので、あのおしゃべりな方がいらっしゃいますので、ぜひ会話して楽しいよ。横塚先生も来るのでデンタル、うん、ね、あ、私いないから大丈夫、いらっしゃる方は一緒に、はい、ぜひ、はい、でもあのデンタルも合わせて、人のはね試食させていただけますよ、いろんなお味をその場でご試食もできるので、あの味食べてみたいですとか言っていただけるとちょっと食べれるから、よかったら長くなるかもしれないけどね、うん、うん、食べれるまでが、ね、今日も楽しかった、ありがとうございます。じゃあ皆様ちょっとしゃべりすぎると怒られちゃうけど、はい、はい、そういうわけで終わりたいと思います、はい、じゃあ本日もはい、はい、お疲れ様でした、はい、長々とお付き合いいただいていつもすみません、申し訳ないです。ありがとう、何時までいそうですか、え、もうすぐ帰る、違う、あ、ごめん、グラノーラ、グラノーラ、はい、ね、4時半とかそのぐらいには多分帰っちゃわないんだけど、片付けを始めてる感じ、じゃあお昼12時ぐらい、うん、まあ、だからね5時ぐらいまでにはいると思います。12時から5時ぐらい、5時ぐらい、でも4時半ぐらいからなんかこうちょっと引き上げちゃったりとかしてるから気をつけてください。あ、こう歯磨き、いや、もう立派、はい、歯磨きね、いいのデンタルね、オーラね、使ってくださいね、はい、皆様、はい、お疲れ様でした、はい、ではお疲れ様でした、本日もありがとうございました、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、さよなら、にゃにゃー。